楽器の紹介などもいろいろしていただくので、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。なかなかですね、いつも吹奏楽の形態で我々行くんですけど、今日はいろんな楽器が各楽器一本ずつ今日は来ておりますので、その音色を楽しむという上でもですね、今日とても面白いんではないかなというふうに思っております。
がとうございます。3つのエレベーターをお送りいたしました。ではですね、次は、今ですね、3つのエレベーターは後ほど楽器紹介もありますが、木管楽器3本でしたけど、次はですね、木管楽器と金管楽器を混ぜた編成で、フラワークラウンという曲をお届けします。この曲ですね、聞きなじみがないかもしれないんですが、吹奏楽のアンサンブルのコンサートでですね、よくこの曲一時演奏されておりまして、この曲を今回取り上げたのは、この曲ですね、和田直也さんという北九州市出身の方が作曲されていまして、大変世界的に活躍をされている作曲家の方です。フラワークラウンはお花の冠という意味なんですが、まあ、子どもの時に皆さんお花の冠を作ったりですね、かぶせてもらったりした記憶が誰でもあるんではないかと、そういうふうなですね、可愛らしい懐かしい思い出を曲にしたというふうに聞いております。ここでですね、まず楽器紹介を少しさせていただきます。私がですね、今日はサックスという楽器を演奏していますが、こちらバリトンサックスと言います。サックスはですね、木管楽器と金管楽器の橋渡しができる楽器でですね、いろんな編成で演奏ができる楽器です。ジャズとかで見たことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日私バリトンサックスと、あと先ほど1曲目で演奏したアルトサックスの2本を持ってきておりますので、曲の中でちょっと聴き比べてみて、どんな音か楽しんでいただけたら幸いです。ではフラワークラウンお届けいたします。Thank you.
中が空洞になってて、で真ん中叩くと低い音が出て、スリップ叩くと高い音が、これドラムセットみたいにドンバッドンドンみたいな感じで叩く楽器なんですけど、次の曲が、ピアノソナタ第8番多短調悲壮第2楽章ありがとうございますってやつを演奏するんですけど、それでこれをすごく使います。で多分これベートーベンの曲で知ってる方知ってるかと思うんですけど、そのベートーベンの曲の感じをピアノとカホンだけであるピアノジャックっていうグループ、他の曲もいろいろやってるんですけどっていうグループがあって、その方たちがやってる悲壮っていう曲をやります。だから多分よく知ってる方知ってると思うんですけど、全く曲調が違います。え、こんな感じなのって思われるかもしれない。ぜひ一回聞いてみてください。ちょっと早く聞いた方がいいよね。演奏します。悲壮です。Thank you.
ピアノソナタ悲想から第2楽章にですねお送りしました。僕実はですね初めて、この編曲というかこの編成での演奏をお聞きしたんですけども、皆さんびっくりしませんでした？ピアノをねやってらした方だったらね、悲想っていうのはもっとこう柔らかくてゆったりとした雰囲気の曲だって思っちゃうんですけど、で僕もね、なんで奥田さんこの場所でこの曲あえて選んでんだろうなって、しかもパーカッションも入っててと思って、もうそしたら始まった瞬間にものすごい爽やかな雰囲気の和音が広がっていて、ああなるほどそういう感じなんですねと、いやもうこれだったら元々の曲書いたベートーベンさんももうさぞかしお喜びだというような気がいたしながら僕も聴いておりました。とても素敵な作品だなってまた改めて思うことができました。次ですね、次はクラリネットの、作品、こちらクラリネットなんですけど、クラリネットのために書かれた作品を一つお送りしたいなと思います。ドイツ人の方が作曲しました、アドルフ・シュライナーという方ですねが作曲しました、インマー・クライナーという曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、このインマー・クライナーというのはだんだん小さくというふうに、読みます。何がどうなるのかというのはまたお聞きいただけたらなと思います。それでは、お聞きください。インマー・クライナーです。
ございます。インバース、インバースライナーでだんだん小さくという曲で、クラリネット、まあ、だけではないんですけれども、このようにですね、クラリネットは、1,2,3,4,5 つのパーツに分けて、普段はこれぐらいのケースに収納して持ち運んでいるんですね。で、まあ、それをまあちょっとギャグというか、まあ、こういう感じで演奏できる曲がありまして、それを今回は披露させていただきました。ありがとうございます。曲の冒頭がもういかにもクラシックでなんかつまらなそうな空気出るじゃないですか。で、あれね、つまらなそうな空気出てくれるとおーし今日勝ったと思ってる。一度だけですね、僕地元兵庫の淡路島なんですけど、淡路島の方で一回やった時に、インマークライナーお送りしますって言った瞬間に、その曲知ってるって言われた時にもう凍りつきましたね。なので今日はこうやってこう受けてきてよかったなと思ってます。ありがとうございます。それでは、一部の方これで最後になりました。換気の時間も含めまして10分間の休憩を、頂戴したいと思います。また後半も、素敵な楽しい曲たくさんありますので、お聴きいただければなと思います。それではありがとうございます。